グリム童話、グリム童話集は、ヤーコプとビルヘルムのグリム兄弟が編纂した、ドイツのメルヘン、昔話集である。メルヘンとは、昔話を意味するドイツ語で、グリム兄弟はメルヘンを収集したのであり、創作した、創作童話のではない。正式なタイトルは、子供と家庭のメルヘン集で、1812年に、初版第一巻、86編。 1815年に第2巻70編が刊行されている。兄弟はその後7回改訂版を出し、1857年の第7版が決定版とされている。現在170以上の言語に翻訳され、世界で最も多くの言語に翻訳され、最も多くの人々に読まれ、最も多くの挿絵が描かれた文学とされている。この書物に影響され、各国で 昔話収集が盛んになり、昔話や民話の研究が新たな学問分野として立ち上がることになる。グリム童話集が成立したのは、フランス革命の後ナポレオン・ボーナパルトにより、ドイツが占領されたので、ナショナリズム公用の動きがドイツ国内に広まっていた頃である。このような状況の下で、それまで芸術家主義的に展開していたドイツロマン主義運動は一転して、 土着の民衆文化に目を向けるようになり、その一環として民謡やメルヘンの発掘収集を進めるようになった。こうした収集の先駆的業績としては、ロマン主義以前、シュトルムーントドランク運動の提唱者であったヘルガーによる民謡集、1778年79年があり、グリム兄弟以前には他にもムゼウスのドイツ人の交渉メルヘン集、 1782から1786年、ナウベルトのドイツ人の新しい交渉メルヘン集、1789から1792年、グリム童話集の数ヶ月前に刊行されたビューシングの民間伝説、メルヘン、聖者伝説、1812年など数種類のメルヘン集が刊行されている。1808年には、グリム兄弟と同性の、 全く血縁関係のない AL グリムによる子供の童話集も出ているが、グリム童話集が出た当時は、こちらのグリムによる本もよく売れていたために、兄弟の生前はしばしば両者が混同された。こうした流れの中で1806年、ロマン派の詩人ブレンターノとアルニムによる民謡集、少年の魔法の角笛絵が刊行された。 この民謡集には恩師であるサビニーの仲介によって、ヤーコップ・グリムも、州の協力をしており、その後この民謡集の続編となるメルヘン集が、計画されると、ブレンターノは、グリム兄弟にもメルヘン集,集の協力を依頼した。この時兄弟はブレンターノから、画家のフィリップ・オット・オルンゲが方言で書き留めた二つの、メルヘン、漁師とその妻と、ネズの木の話を渡されており、 兄弟のメルヘン収集、編纂はこの二つのメルヘンと少年の魔法の角笛におけるブレンターノの際話法とによって方向づけられることになった。兄弟は口伝えと文献の二つの方向からメルヘン収集を進め、収集の成果である五十三編をブレンターノに送った。しかしブレンターノから音沙汰がなくなったため、ブレンターノとは別に自分たちの童話集を作ることに決め、 あらかじめ取っておいた写しをもとに、グリム童話集の編纂を進めていった。その後、ブレンターノの方の企画は、立ち消えとなり、ブレンターノはグリムから送られた原稿も返却しない、まま紛失してしまったが、この初期の原稿は19世紀末になって、アルザスのエーレンベルク修道院で発見されており、エーレンベルク校、京、グリム兄弟によって、過失修正された漢本と原型を比較するための、 貴重な資料となっている。アルニムから自分たちの童話集出版を後押しされたグリム兄弟はアルニムの仲介でベルリンの出版社ゲオルクライマーを版元に決め1812年のクリスマスに子供と家庭のメルヘン集番台一巻を刊行した。この巻には86編のメルヘンが収められそれぞれに学問的注釈をつけた付録が施されていた。しかし この子供向けの本と学問的資料との間のどっちつかずの体裁は批判を読んだ。86編を収めた第1巻の売れ行きは好調とは言えなかったが、新たに70編を集めて1815年に刊行された第2巻はさらに売れ行きが悪く、このため計画が持ち上がっていた第3巻は実現しかった。 1819年に刊行された第二版は、弟、ルートビヒグリムによる2枚の同版画が、口絵に入れられ、注釈も別冊として分離されたので、より親しみやすい作りに変えられた。1816年にはデンマーク語で、1820年にはオランダ語で、グリムドーアシューの翻訳が出ており、1823年には、エドガー・テイラー、エドガール・テイラーによる、 英訳版のグリム童話選集、ドイツの民衆、ルヒエン集が、当時の人気画家、ジョージ・クルック・シャンクの差し絵をつけて刊行され大きな反響を呼んだ。同年、兄弟は、このイギリス版も手本として、グリム童話集の先週版、グリム童話名作集、小さい場も作り刊行した。これには、第二版、子供と家庭の童話集の百七十編から、 子供にふさわしいと思われるメルヘンを50選んで収録しており、ルートビヒによる7枚の同伴画も差し絵として付けられている。この廉価な普及版は元の二巻本よりもはるかに売れ行きが良く、ビルヘルム・グリムの生前百8 5 9年までの間に旧版まで出版、グリム童話の普及に貢献した。グリム童話集がはっきりした成功を収めたのは、 1837年に出版社をゲッティンゲンのディーケリヒス社に変えて出された第3版からである。その後、グリム童話集はいくつかの話を加えたり入れ替えたりしつつ、兄弟の生前に7版まで改定された。収録話数の変遷は以下のようになる。グリム童話集とそれまでのメルヘン集との大きな違いは、 後者がそれぞれの物語を大きく脚色して長い作品に仕立てていたのに対し、グリムのそれでは一つ一つが短く、比較的交渉のままの形を保っていたことにあった。しかしそのために、文章がソヤである、話の内容や表現が子供向きでない、あまりに飾り気がないといった批判を受け、以降の番ではこれらの点について改善が図られるようになった。具体的には、 風景描写や心理描写、会話文が増やされ、また過度に残酷な描写や性的な部分が削除され、いくつかの収録作品は削除された。このような過程を経て、グリムドー集は、庶民が語り伝えたメルヘンから、市民が読むメルヘンになっていったのである。なお、兄弟のうち初期の収集にあたっては、主にヤーコップが仕事の中心を担っていたのだが、 後の晩のこのような改め筆に当たったのは主にビルヘルムであり、メルヘン州に学問的性格を求めていたヤーコップの方は次第にこの仕事から手を引くようになった。ビルヘルムは過筆修正の際にメルヘン州の購入者である当時の都市富裕市民、ドク、バーガーの道徳観に合わせて記述を修正したと言われている。特にビルヘルムは物語から 妊娠などの性的な事柄をほのめかす記述を神経質なまでに排除している。また近親相関に関わる記述も削除や修正がなされている。このほかヘンゼルとグレーテル、白雪姫など、子を虐待する実母が出てくる話が、購買者である母親への配慮から、後の番でママ母に変えられているものが相当数存在する。しかしこれらの書き換えに比べると、 ビルヘルムは、刑罰の場面などの残虐な描写については意外なほど、寛容で、例えば、ハイカブリ、シンデレラの最後で次姉たちの目を鳩に着かせても重く、煮るなど、初版にはない復讐の場面が入れられたり、話によっては、後の番の方がかえって残虐性が増しているような、ものもある。このために、グリム童話集は子供への読み聞かせに適しているか、 あるいはそのままの形で読み聞かせて良いのかどうかといった点が初版観光時以来しばしば議論の的となっている。物語内の少女から積極性や能動性を奪ったという指摘がアメリカの学者化なされているが最近の研究ではグリム兄弟による中性化の結果性別役割分担で消費者にされてしまった消極的な近代の女性像ではなく生産者であったたくましく 積極的であった近代以前、要、中世の女性像も保持されている。例えば、ハイカブリことが日本の学者によって指摘されている。この他人種差別的な偏見が見られることなどが指摘されているが、グリム兄弟により挿入されたというより、当時の人々の間で持たれていた偏見がそのまま伝えられたと解釈すべきであろう。グリム童話集は長い間。 グリム兄弟がドイツ中を歩き回って古くから語り継がれてきた物語をドイツ喫水の素朴な民衆たちから直接聞き集めそれを口伝えの形のまま収録して出版されたものだと一般には考えられてきたこのように考えられてきたのは一つにはグリム兄弟自身が同和集の序文でそのように宣言したためであったが現実には口伝えの形のままではなく 兄弟の手によって少なからず手が加わっていることは前述した通りである。取材源に関してもグリム童話集にはラテン語の書物などを含む件から取られた話が一定数含まれており、初版では全体の4分の1程度、第7版では5分の1程度の話が文献から取られている。すべてが口伝えの聞き取りによっているわけではない。さらに他の口伝えの情報源に関しても、 ドイツの中世文学者ハインツ・レルケによる比較的近年の研究によって上記のドイツ喫水の素朴な民衆から聞き取ったという通説が事実とは大きくなっていたことが明らかにされている。実際には兄弟の聞き取りの取材源のほとんどが都市富裕市民の家庭であり、その中にはフランスなどをルーツとする人物が少なからず含まれていたのであ グリム兄弟自身は生前メルヘンの取材源を公にしなかった。唯一の例外がカッセル地方の仕立屋の妻であったフィーマン・オバさんことであり、グリム兄弟は第二版の序文で多数のメルヘンを提供した彼女の貢献を称え、弟のルートビヒグリムが書いた彼女の肖像画を掲載したため、彼女は昔話の理想的な語り手として読者から親、知れ来た。 しかしこの人物は、実際には旧姓オキアソンという、フランスから逃れてきたユグノーの家庭の出で、普段はフランス語を話し、ペロー・ドーワ州などもよく知っている教養ある婦人で、あたことが、ベーバーイコール・ケラマンの研究によって明らかにされた。グリム兄弟の没後、ビル・ヘルムの息子のヘルマン・グリムは、兄弟による取材源のメモを公表した。この際にヘルマンは、メモの中にある、 マリーという女性について、これは自分の母、ビルヘルムの妻となったドルトヒエンビルとの実家に住んでいた戦争未亡人のおばあさんで昔話をよく知っていたと証言している。そのために、このマリーおばさんは戦術のフィーマンおばさんと並びグリムドア州に貢献した昔話の語り手と信じられるようになった。ところが、 これも1975年に発表されたレレケによる研究で、このマリーとは、実際には、戦争未亡人の老婆、マリー・オバさんなどではなく、ヘッセンの交換の過程であるハッセンプ・フリュック家の、例状、リー、のことであり、その母親は、フランス出身のユグノーであったことが、明らかにされた。レレケはこの他にも、グリム兄弟にメルヘンを提供した人物の詳細な、 調査を行い、特に初期の重要なメルヘン提供者の多くが身分がある、家庭の婦人や令嬢であったことを突き止めている。そうじてグリム兄弟は、一般に信じられていたように農村を歩き回って、民衆から話を聞き取ったりはせず、中流以上の裕福で、教養ある若い女性に、自分のところまで来てもらって、話の提供を受けてたのである。ただし、レレケは、 メルヘンの提供者が強要ある人物であったことは、必ずしもそれらが上流階級の間でのみ語られていたことを意味、しないということに注意を促してもいる。読み書きができ、話もうまいこれら上流階級の女性は、仮想階級、下僕や女中などから聞いた話を仲介する役割も担っており、仮想階級の人々にとっても、そのような仲介は必要なことであった。 番号は第7版での投資番号、KHM 番号、KHM は、キンダー、ウンとハウスメションの略を示している。グリム童話集の出版を軸として、グリム兄弟はメルヘンの体系的な収集と研究、その範囲はヨーロッパを越え、アメリカ大陸や東洋にも及んでいるによって、メルヘン学を樹立した。その業績は、 他国の民話収集や研究に広い範囲で影響を与えている。イギリスでは1879年、グリムとウォルター・スコットに触発された人々によって、英国フォークロア協会が設立され、その会員 J.J. コブズによって1890年に、イギリス民話集が刊行された。ロシアでは19世紀半ばからグリム研究が開始され、アファナーシェフがグリムを反として、ロシア民話集、 185年から1864年を編纂し、ウラジミール・プロップがこれを受けて徹底的なグリム研究に基づくメルヘン学を確立した。プロップの主張、昔話の形態学、1928年は、フランス構造主義を先駆け著作としても評価されている。フランスでは、P ・ドラリュがグリム研究を踏まえて、フランス民話集、 1957年をイタリアではイタロ・カルビーノがイタリア民話州1956年を刊行している。ドイツの民間伝承の背景として成立したグリムドーアは時に民族主義的思想とのつながりが指摘されることもある。実際に第二次大戦下のドイツではワイマール共和国時代に削除されていたグリムドーアの残酷な部分が再度取り入れられ、 闘争の理想化や権力の称賛、人種政策の正当化のために利用されたと指摘されることもある。戦後間もない時期には、グリム童話の持つ残虐性の要素が収容所を生んだという極端な主張もなされ、1948年8月にイギリス占領軍によって、西ドイツ国内でのグリム童話集の出版が一時予される事態となった。1975年、 クリム兄弟の故郷ハーナウからブレーメンの音楽隊の舞台ブレーメンまでを結ぶ600キロの街道がドイツ観光街道の一つドイツメルヘン街道として整備されたクリムゆかりの地やイバラ姫の城があるザバブルクなどメルヘン発祥の街70以上が参加する観光ルートとなっている日本におけるクリム童話の需要に関する研究は1977年 ドイツ・マールブルク大学に提出された野口義子の博士論文が最初のものである。ドイツ語で書かれたその内容は部分的に要約されたものが本として出版されている。グリム童話集が最初に日本に導入されたのは学校で使う英語教科書によってであり、グリム童話区議 KHM184 が紹介されている。 この話は二人の日本人によって翻訳されている。グリム童話集が一番最初に雑誌に紹介されたのは、ローマ字雑誌である。グリム童話、木童、KHM152 と、わらとすみと、そら豆、KHM18 が1886年に、ローマ字で訳されている。グリム童話集が最初に本として出版されたのは、1887年、明治20年の、 霧南小事、官僚法による、西洋古事新戦争お話である。目次には十0編しか記載されていないが、実際は十一編収められている。金の鳥、中心ヨハネス、踊って擦り切れた靴、十二人の兄弟、スガルの女王、ハイカブリ、金の毛が三本ある悪魔などが収録されている。フェアリーテールズと書かれているので英語版を定本、使ったと考えられるが、 低本名だけでなく、グリム兄弟の名も書かれていない。最近の研究では、低本となった、英語版はおそらくポール版であろうと考えられている。同年9月には統計学者でもあった、五分層により、西洋昔話第一号として、狼と七匹の小ギが、八つやぎの台で、カラー版、仕掛け絵本として出版されているが、ここではなぜか小ギの数が八匹に変えられている。 同年9月には、中川霞城が、狼と7匹の羊を、雑誌、小国民に訳出し、1889年、明治22年10月には、国語学者の植田和都氏が同じ話の本案、おほかみを刊行しており、1895年、明治28年には、岩屋さざ波が同じ話を、子猫のあだという題で、猫の話に置き換えた本案を出している。 明治期には主に児童向けの教訓話を意図したものとして、小国民、幼年雑誌、少年世界などの当時次々と創刊されていた児童雑誌でグリム童話が多く紹介された。その数は雑誌、単行本を合わせて147冊を数える。このように明治期にグリム童話の紹介が進められた背景には当時日本でも影響力のあった。 ヘルバルト学派の童話教育論が受け入れられていたためと考えられる。また明治期に日本風に書き換えられたグリムの本案はその後交渉化し日本の昔話のようにして伝えられた事例もある。死神の名付け親のように本案されて落語に取り入れられた例すらある。1919年大正7年創刊の赤い鳥では マンタ万太郎がグリムを素材とする童話劇を多く書いており、久保田は児童への配慮から原作の憂鬱さや残虐性を意識して退りけている。一方で、大正期には童話研究が進むとともに、国民教育的な需要からの脱却も始まっており、中島古藤が訳したグリムおとぎ話、1916年、俗グリムおとぎ話、1924年は、 岡本喜一の挿絵が好評で人気を博したが原文の内容に沿おうとしつつ改変が施されたものである。原文に忠実なわけの出現は1925年、大正13年の金田喜一による全訳本をまた、なければならない現在岩波文庫に収録。1925年、大正13年には金田喜一による初の全訳が出ている。 現在岩波文庫に収録。第二次大戦期は政府の出版統制によってグリム童話の翻訳は一時下た日となるが戦後再び注目され、以後現著に忠実な翻訳と教育的配慮から改変した訳との二つの系統で途切れることなく翻訳や際話が出版され続けている。1980年代以降は第七版の訳だけでなく、 小沢俊夫によるエーレンウェルク校の訳、1989年や、第2版の前役、1995年、吉原隆吉原素氏による初版の前役、1997年なども出版された。また、日本では1990年半ばから、グリム童話の残酷性に焦点を当てた、解説書やアンソロジーの類が相次いで出版され、キリュウミサオ。 本当は、恐ろしいグリム童話、1998年などが、ベストセラーを6するというブームが起きている。特定の物語を題材にしているものは書く、物語の個別項目を参照。また、グリム童話に限らずおとぎ話、昔話全般を広く、題材としている作品は、表題に、グリムの表記があっても以下には含めていない。 文学、絵本、映像、漫画、コンピュータゲーム、音楽。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。